呂布は蘭丸らと戦うことなく引いた。戦うも戦わぬも己次第。自ら軍を起こし乱世を得た呂布は生き生きとしているように見えた。一方この戦いで呂布と対峙していた若武者源義経は孫悟に合流した。義経を追って現れた大蛇の残党、その軍団を組織するある男の存在、蘭丸らは新たな動乱の到来を予感する。事実呂布の乱に誘われるように伊達政宗、曹操、そして荒ぶる坊董卓がこの異世界で兵を挙げていた。殿、敵さんのお出ましだ。敵将は董卓と石川五右衛門。攻め来る者は押し返さねばなるまい。我こそはと思う者はいるか。五右衛門様に董卓様、こんなくれが揃ってうちに任しといてくれやす。お国だけでは心細かろう。両党、お前も出陣せよ。いきなりのご指名ですか。まあ断るのも野暮ってもんですかね。両党殿、本陣は私にお任せ。これ以上勝手な真似はさせない。両党、我らに任せるぞ。注意せよ。邪魔だ、邪魔だ。撤退します。後を頼みました。敵将撃ち取った。両党さまさまさま、私と顔を見せ願おう。邪魔だ。五右衛門様がご存知体に入れましょう。素晴らしいですね。敵将撃ち取った。これもやりますね。Let's go!
素晴らしいですね。邪魔だ。さあそうだね。俺もやりますね。おくみさんがいればトータクなんて怖くないもん。小京ちゃんには手出さないですね。さて今日もぎょうさん感心してもらいましょう。おくみさん、このお金どうしてんの。お前の財布が持った俺だ。素晴らしいですね。俺もやりますね。邪魔だってよ。おかしいんだよ。邪魔だって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 よ。うっとうしいんだ。邪魔だってよ。うっとうしいんだよ。うっとうしいんだよ。邪魔だってよ。女子がわしのを追っておる。探せ。手柄だな、小京。いや、今こそトータクを撃て。トータクめ、のこのこ出てきやがった。やっちまえ。邪魔だってよ。邪魔だってよ。飛ばしてやる。邪魔だってよ。この処方から痛い目に遭いたいか。邪魔だってよ。周遊殿は確か各地を偵察してましたよね。
オロチナキアとの各勢力の動きが気になったが、南蛮王、猛角などに会ってない。だが、孫悟が攻撃を受けていると聞いて戻ってきた。呂布も動き出しているそうだな。待ちに待った戦乱来たれり。でもよ、守ってばっかでいまいち乗れねえのよ。殿は現状を見極めておられるのだ。呂が標的にされている可能性もあるしな。ともかく次なる敵襲に備えるのが肝要。私も勝共も残るとしよう。